皆さん明けましておめでとうございます。フリーセブンの深田です。今日は西宮神社に来てます。神社に来てるんですけども、原田さんのが、実家の土壁が壊れたということなので来れなかったので、せっかく誘ってもらったんですが、僕一人の参加ということになりまして、一緒に来てるのは、こんばんは、グッピーこずえです。なんと約抜けました、イエーイ。約抜け61位が、終わったということでいいですか。で、違います。でもね、19が終わりましたね、やっと。はい、それで馬がいてますね。これで多分勝てると思います。おみくじとかお守りを焼いて去年までのやつを給油するとこですね。さあ、火を守る男たちが今火を触り帰っていってるとこですね。僕はお守りを持ってきてないので、姉さんが大量のお守りを持ってきて、はい、それを焼くみたいです。たい焼きにします。そしてこれ焼くよけの超鬼守り焼きます。危ない、あむちゃくちゃ投げた。すごいです、皆さん大量のビールが並んでおります。1本持って帰りたいと思います。これがおそらく福男になった人がもらえる商品でしょう。この人は、商品なんでしょうか。これが姉さんがたい焼きにしたやつですね。はい、そうです。かわいいし、かわいい、すごい丸まってます。喜びごと多い、家業盛んになる、病気すっかり治る、新しいもの見つかる、開業移転初めていい、方角東南がいい。このおみくじに当たる人は将来大いに出世するでしょう。いいことしか書いてへん。チャンネル登録するのが